なん、降りんの？これどう？これダメ？終わった！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 はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日は、ついに、DM ウルトラをゲットしました。遅いっすよね。わかってます。わかってますよ。グリードさんより早く出しましたよっていうコメントがね、絶対あると思うんですけど、始めたのが、迷彩チャレンジを本格的に始めたのが本当に2週間ちょい前なんで、こう動画投稿の合間にちょこちょこ進めてきたわけですよ。で、昨日の配信でやっとね、出したわけなんですけども、今日はね、この DM ウルトラ解除したら絶対に使いたかった XM4 を紹介したいと思います。見てください、この XM4。ちょっと待って。バチクソかっこよくないですか？これ。この XM4 は BOCW のちょっとデラックス版みたいな高い方についてきたブラックタイドっていうバリアントに DM ウルトラをつけるとこのような見た目になるんですよ。これがね、欲しくてこれを DM ウルトラを出した感じなんですよ。ほんとこれで、ね、かっこよくないですか？もうこのバレル部分がちょっと黒くなったりとか、これまたちょっとね、違う雰囲気が出てね、かっこいいんですよね。で、カスタム構成、最近プロ、海外プロでも流行ってるカスタム構成になっております。まあ、サイトは、まあ、お好みでいいと思います。マズルは、マズルブレーキ。で、バレルは、この、弾速が速くなるバレルエクステンドですね。で、レーザーサイトはお好みでどうぞ。で、フィールド、アジェントグリップ、拡張マガジン、エアボーン、レーダーとなっております。今日の動画は DM ウルトラを解除した時の瞬間と、後半に、DM ウルトラの試合をくっつけてあります。というわけでぜひ最後まで見ていってください。いきなりセントリーそんなとこに大胆に置いてくれるの？強えおい、なんで？おい、いつもあんな反応遅いじゃん。君。待って、来てるな、これ。甘い。出直してきな。あったって。よーし。そこよーし。あと一回や。乗って。誰に倒された？蘇生してあげたい。乗らせてあげたい。おー、なんでお前が乗るやん。おい。あー、狙い撃つぜ。違う、爆発した普通に。あれ今の何してんだ、あの事故。あー、なんで爆発。おお、セントリー急にセントリー。はい、よーし、あと1回。戦車来た、ラスボス、神タイミング。このタイミングでラスボス出てきたって。やべ。これ足りる？足りない。なんで降りんの？これどう？これダメ？終わったぞ。はい、というわけでやっていきたいと思います。さあ。久しぶりのガリソンハードポイント。てか、ニュークタウン続きだったからね。久々ですよ、普通のマップのハードポイントは。さあ、まず3枚、軽快にね、カットしていって、もう僕はもう解放されましたから、迷彩解除という、重りを外した、感じですからね、もう、やりたい放題ですよ。もう軽い動きが。さあ、右レーン来るんじゃないか？まだ構えてたら来そう。で、ここね、この一歩の時のこのエリアが、エリアじゃなくて、このポジションが強いんですよ。もうちょっと待って、敵来なかったら押したいけどな。それ死ぬ。何して、足音がしたと思ったら、どういうわけ。あー、めっちゃ鼻かゆい。ちょっと、ちょっと、なんでこのタイミング鼻がかゆくなるの。鼻かゆい人、あ、この人じゃない。この人まだ生きてたんだ。さあ、サイドから敵まだ奥分けして、なんかとんでもないとこにおった。一枚飛ばせた。これは大きい。で、これでダブルキルでかい。ワンチャン正面からゴリ寄せるのでは？
いやー、無理だよね。これは次っぽかな。センター押さえに行きましょうか。まあ、ここは、多分上がりすぎなければ、リスポーン変わることないと思うんで。センター詰めたかな？はい、リス変わりました。リス変わりました。多分詰めすぎましたね。はい。惜しい！惜しすぎる！もうこれちょっと正面から行ってみようか。なんだこのフラグ。な、何今のフラグ。レーザービーム！ちょっと大会に向けて XM4 をちょっとね、ガチで練習したいんで、今週は XM4 多めになるかもしれん。1枚なぁ。頭足抜きたかったけど、でもいけそう、これで。どうだ？まだ奥いるよね。知ってる知ってる。まだいんの？それは知らんかったけど、余裕ですよ。グレポンとかナイフじゃないから、もう僕は。ほんと、一体何デスしたと思ってるんや。オッケー。確かあそこは空爆当たるんで、ピン、ポンと、このグリーン建物を挟むような形で落としていく。当たらないんですね、これが。1キルはできたか。頑張ってはいるけど、なかなか点差について、身についていないというか、実っていないというか。わお。このエリアで、こっち脇になってるときは、まず左行って、1ポーを制圧しないといけません。1ポーにいるのよね、でも。どうなんだろうな。なんか全然当たらん、全然当たらん。で、ここ取って、で、こっからね、エリアが見えるわけなので、まさかの後ろからショットが。ああ、まさかのリスポーン変わる。いやー、公開マッチの、エリアは、リスポーンはね、読めないね、なかなか、やっぱりね。みんなが好き勝手動くからね。6人が。これはしゃあない。まあ、このはちゃめちゃ具合が楽しいところもあるよね。ピンピン。ポン。あれ、敵じゃない？あ、味方か。さあ、どうですかね。右かな？来るとしたら。こっちかな？当たる。あ、なんだ、今シスト感じないぞ。うおー。先打ちしても勝てる気がしない。おー、いるいるいる。普通にいるぞ。大丈夫か、みんな。削った。これ、奥で湧いてんじゃないかな？湧いてるよね。おぉ。あー、味方そこ取ってるってことは？おぉ？でもスナイパー奥にいる。あー、危ねえ！一発食らってたのに。さらにスナイパーを食らっても反射になるという、わし硬すぎひん。気からしたら発狂もんやな。あー、27発か。え、なんかいるよ。大丈夫か？大丈夫か？16発か。目の前にスカベンジャーあるね。ハープ。今回のハープは？これ地下通ってるな。そこそこ映ってる。そこそこ。やべ、ラジコン来た、ラジコン来た。あ、お、お、お、見逃してくれた？許された？ラジコンに許してもらえた。ラッキー。空爆あるから、結構エリア離れても大丈夫そうだな。防衛できるっしょ。お？まだ来るね。削った。で、外周カバーしに行こうか。この人かな？まだ奥で湧いてる。まだ湧いてる。敵のナパームかな？危ない危ない危ない。
で、リス変わった。これでやっと変わったのか。よし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 。まあ、だいぶ地点取れたね、これで。ペイッツ。で。まだ34発ある。リロードする必要なし。ちょっとガンファイター装備はね、まあ、公開マッチでの難点は、カウンター UAV が防げないってとこだよね。忍者外すわけにはいかないしな。あ、でもあれもカウンター UAV じゃなくてジャミングだったんだ。よいしょ。ミサイル呼んじゃおうか。持っておくのももったいないし。ピッ。あんな、こん中いると思う。ほら。本当にいた。しかも二人。一人かと思ってたんだけど。ここ強いね。ここ強いね。いやー、そろそろ来ると思ってたんですけど。でもなんか2数取れた。ラッキー。ここ壁抜き。あ、いける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 。いや、拡張あるとね、壁抜きもバシバシ狙えちゃうから、最高ですわ。エネミータレットつったかな、今。センターの下いたけど。冷たいところ気持ちわかるんですけど、ここは我慢です。敵完全右しかいないな、これ。うまっそれはうまい。上も見られてるね。登って、よいしょ、よいしょ。はい。はい。はい。リス買ったかな？はい。ここ耐え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 。で、ここエリア乗れるから、プラス上から撃てるから、一回降りて、で、もう一回登る。で、こっから、こう。こう、立体機。立体的な動き。ワン、ツー、スリー。完璧な空爆。パーフェクトでしょ？パーフェクトでしょ、これは。はい、敵の空爆来ますね。あ、そろそろ来る頃だと思ってましたよ。で、スナイパーにも勝っていく。で、もう空爆溜まったので、あ、その前にこっち来てるな。敵の方が到着早いかな？大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫かな？で、多分、ん？こっち来てるな。後ろ湧いてんのかな？ちょっと空爆で確認してみて、ガリソンで85キロはなかなかいいんじゃないかな？はい。で、脇これで大丈夫ですね。正面しかいないの確認しました。残り十数点？多分ここで決まりそうかな。どうだ？奥にいるスナイパー。抜いちゃうんだな、これが。で、後ろ来てる。わかってるよ。全員右に流れるかな。ほいほい。これで決まりそうですね。はい、91！ うわー、マジか、これ。100キルあったやつじゃないか。これ100キルあったやつやないか。はい、最終スコア31,745の91キル12デスでした。特にニュークリアとかは取れてなさそうですね。はい、というわけでお疲れ様でした。今日の動画はぜひグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。